こんにちは、ふゆこです。今日のテーマは、積み立て NISA の月の積み立て額です。この動画では、年代別の平均積み立て額、積み立て額をいくらにすればいいか、積み立て額ごとの将来増えるお金っていうのがわかります。積み立て金額に悩む方に気になる情報が詰まってますので、ぜひ最後まで見てください。最近、積み立て額は月1000円じゃ意味ないですかとか、積み立て NISA は満額やった方がいいんですかっていう質問をよくいただきます。積み立て NISA は売却益が20年間非課税になる節税メリットのある制度です。投資できる金額はマックスで年間40万円で、月に直すと100円からマックスで 33,333円投資できます。この月の投資額っていうのが今回のテーマですね。投資を始めたばかりの頃はどのくらいの金額から始めればいいのかよくわからないし、なかなかお金の話ってしづらい風潮あるじゃないですか。なのでまあ正直みんなどのくらい積み立ててるのっていうのが気になりますよね。今回年代別の平均額のデータと代表的な3つの積み立て金額について具体的に説明していきます。今後も投資初心者必見の動画を週3でアップしていくので、今のうちにチャンネル登録して一緒に勉強していきましょう。こちらが今回の目次ですね。まず結論なんですけど、結論本当に人によるので、〇〇万円が最適ですみたいな感じには言えないです。ごめんなさい。ただ一つ言えるのは、今回出す平均積立額を気にしなくて大丈夫っていうことです。周りがどうしているかではなくて、自分の家計やライフイベントによって月の積立額を決めるべきっていうことですね。なので今回出す平均値は参考程度に聞いていただいて、その後に3つのケースで積立額について一緒に考えていきましょう。こちらが年代別の平均積立額ですね。この数字は計算で求めたもので、細かい説明は概要欄に補足しておきますけど、金融庁のデータと楽天証券のデータをうまいことガッチャンコしたら、年代別積立額はこんな感じで分かりました、おほほってことですね。多少のズレはあるかもしれないんですけど、まあ、このくらいなんだなっていうおおよその計算は合ってると思います。実際楽天証券での全年齢での平均額は 25,408円なので、だいたい合ってますよね。積立 NISA は若い世代を中心に年々口座開設数が増加してきてます。それに伴って若い層の積み立て額もどんどん増えてきてますよね。一番口座数が多いのは30代みたいです。積み立て NISA は長期投資が前提なので、まあ、給料がちょっと上がってきて資金力がついてきた上に、老後まで長い期間のある30代がまあ一番多いっていうことですね。逆に60代以上は積み立て NISA ではなく NISA 口座を開設している人の方が多いらしいです。でこちら平均額出したんですけど、うわ自分平均以下だったってショック受けなくて大丈夫です。積み立てNISAをやってる人は日本人のうち10人に1人なので、まあ、その時点で金融リテラシー上位 10% の選ばれし者です。喜びましょう。根本的な話として、積み立て NISA の設定額は自分の家計やライフプランによって決めるべきもので、平均とかどうでもいいです。いやいやいや、こんなデータ出しといて何言ってんのってイラついてる方いらっしゃると思います。その意見は100理あります。でもやっぱり周りがどうしてるか気になりますよね。お金のことってなかなかリアルの世界でこう話せないみたいな風潮あるじゃないですか。なのでこういうデータがまあ気になりますよねっていうことで、まあ、3つのケース別にこの後積み立て額を考えていきましょう。投資は人それそれなんですけど、まあ人それぞれやってねだと初心者さんはどうすればいいのか分かんないと思うんですね。なのでこの後の具体的な例でお伝えしていきます。一つ注意が必要なのが、同じ人でも状況や年齢によって積み立てに回せる金額っていうのは変わってきてしまうので、結婚や出産などで大きく生活が変わった時っていうのは積み立て額をその都度見直した方がいいです。月100円を年利 5% で20年間積み立てると41,100円になります。金額自体は小さいんですけど、元本の 1.7 倍でめっちゃ増えてますね。月100円の積み立てがおすすめなのは、生活費6ヶ月分の貯金がない人です。で基本的に投資は余剰資金、余ってるお金でやるべきなので、明日生きていくためのお金を投資に回してはいけません。リボ払い並みにやってはいけないことです。お金がないと、お金を手に入れるにはこれで増やすしかないみたいな感じで投資したくなりますよね。気持ちはすごくわかります。でも現実的には、積み立てNISAでやるようなインデックス投資では、こういう風に上下を繰り返しながら長期的には徐々に上がっていくみたいなものなので、短期だと損をする可能性結構高いんですよ。長期投資だったら徐々に上がっていくんで得をする可能性が高いんですけどね。だから積み立てNISAで設定すべきなのは、腰を据えて長期投資できる金額です。ちなみに借金は基本全額返してから投資するべきだと思います。借金返済は利子があるので、返すのに時間がかかるほど損をするからです。
ですね。無利子の奨学金だったら全額返さなくても投資を始めてもいいと思います。で、なぜ生活費6ヶ月分なのかっていうと、入院の自己負担額の平均が21万円で、転職活動の平均期間が3から6ヶ月だからです。いきなり事故や病気で入院になっちゃったっていう場合、現金がないと困りますし、いきなりリストラに遭っちゃったっていう時に、次の職場が見つかるまでの生活費が必要になりますよね。転職活動は平均的には6ヶ月なので、月の生活費が、まあ、20万の人なら120万円前後は現金で確保しておきましょうっていうことですね。で、今のを聞いて自分は平均よりも転職活動に時間がかかるかもって思った方は1年間で計算してもいいと思います。ここで言いたいのは、まあ、そういう考え方で生活防衛資金、まあ、自分の暮らしを守るお金っていうのは確保しておこうねっていうことです。でもまだ現金が十分貯まってない人でも月100円だったら、まあ、無理な投資にはならないですよね。月100円の節約をして勉強のために積み立てNISAを月100円やるっていう、まあ、これならハードル低いですし、リスクも小さいですよね。いきなり大金を投資しちゃうと値動きも大きいので、下落の時心理的に辛くて失敗しやすいんですよ。例えば定年退職してそれまで株をやったことがなかったのに、退職金でいきなり大金を手にした方が投資で損をしてしまうとか、投資だと思っていたものが詐欺だったみたいなケースがよくあるんですよ。なので自分の身を守るためにも、勉強のために超少額で月100円でもいいから投資を始めるっていうのはありだと思います。で、このケースではまずは貯金が大事なので、保険とか家賃とかスマホ代の見直しによって生活レベルを下げずに支出を下げるっていうことをやって、そうやって浮いたお金であったり、まあ、転職で年収を上げて貯金を増やしていきましょう。私のチャンネルの他の動画でも、月10万生活の家計簿や節約方法、転職の時の職務経歴書の書き方について動画にしてるので、ぜひ参考にしてください。次が月1万円積み立てる場合です。月1万円を年利 5% で20年間積み立てると411万円になります。元本の 1.7 倍ですね。月1万円積み立てる人は、例えばこんな感じの人です。月収手取り23万円、毎月の生活費20万円、貯金3万円、貯金のうち1万円は老後資金や10年後以降のためのお金。こういう感じの人は、この1万円、10年以上後のためのお金って思って貯金していた分を積み立てNISAに回してもいいと思います。これ単なる一例ですし、本当に人によると思うんですけど、例えばですよ、25歳の未婚の人が結婚費用とか子供の教育資金のためにお金を貯めているとしたらです。結婚費用は数年以内に必要になる可能性が高いので、なので現金で貯めましょうと。一方で子供の教育資金っていうのは数年以内に必要になるわけじゃなくて、結構先の方に必要になってきます。大きなお金が必要になってくる高校とか大学に子供が行くのは15年以上先になるので、まあ、積み立てNISAでの長期投資が適していますっていうことですね。まあ、こんな感じで年齢やライフプランによって全然違ってくると思うんですよね。まあ、結婚しないとか子供を持たない人もいますしね。なので今言ったのはあくまで一例なんですけど、まあ、こういう感じの考え方で積み立てるべき金額を考えるといいと思います。次が満額積み立てる場合ですね。満額の月 33,333 円を年利 5% で2年間積み立てると1370万円になります。これも元本の 1.7 倍ですね。元本の何倍になるかは、年利と20年間っていう年数が同じならずっと同じなんですよ。積み立てNISA満額の月 33,333 円積み立てる人は、まあ、こんな感じの人ですね。月収手取り23万円、毎月の生活費20万円、貯金3万円、数年以内に必要になるお金は貯金済みっていう、例えばこんな感じの人です。こういう人は貯金に回している3万円を積み立てNISAに変えて満額積み立ててもいいんじゃないかなと思います。例えば独身の会社員だったら毎月の収入も安定してるし、すぐに必要になるお金もそんなに大金は必要ではないので、100万円から200万円は現金で貯めて、あとは全額投資しているっていう人もいますね。で、私もこのパターンで似たような感じです。生活費1年分150万円と、数年以内に必要なのは海外旅行費とか、まあ、たまに友達とランチ行くとか、そういうお金。現状ではざっくり現金200万円あればいいかなと思ってて、他の資産は全て投資に回したりとか、投資のための準備資金として現金で持ってるみたいな感じですね。最後にまとめです。今回は積立NISAの積立額について平均額を出してみたりしたんですけど、まあ、これ大事なのが平均額に惑わされずに自分の家計やライフプランによって月の積立額を決めていくってことですね。今回の動画は以上です。参考になった方は高評価、チャンネル登録していただけると私のモチベーションになるので嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。積立NISAは売却益が200じゃねえや。200年間だったらめっちゃいいな。
腰を据えて長期でき、腰を据え、